はい、皆さんこんにちは。今日は4月1日、エイプリルフールですね。私はね、今日からですね、いよいよ失業状態になりまして、当面ね、多分この例のね、世の中騒がせてる問題が、収まるまでですね、ちょっとね、まあ、失業っていうよりはね、休業状態になるわけなんですけれども、まあしばらくはですね、今までのね、あの蓄えを利用して生活することになります。ね、エイプリルフールなんですけれども、なかなかこうね、冗談もね言えないような、状態が続いてますので、エイプリルフールだからといってね、決して嘘はつきませんので、どうかご安心くださいませ。非常事態宣言の頃よりは人出はねちょっと多くなったような気はしますね。決して油断してるわけではないんですけれども、まあね、家の中にばっかり閉じこもってもね大変ですからね。はい、今日もね、新元のラーメンさんは人が並んでるのかな、並んでないのかな。はい、札幌でね有名なラーメン店になりますけれど、非常に明るく元気ですし、人のね長所をねお互いにこう認め合う雰囲気があるので、まあ非常にね働きやすい職場で、まあいろいろ事情あったんですけれども、まあ転職してね良かったなっていうのがね今の正直な気持ちですね。まあやっぱりね、僕もね、ちょっとね、今の会社勤めて、思ったのが、やっぱりね、お互いにね長所を認め合うっていうのはね、やっぱり信頼関係を生みますよね、お互いにね。まあ分かってはいることなんですけど、なかなかねそれがこうできないっていうね、職場がね多分多いと思うんですよね。はい、ですからね、まあうちの職場の上司もね、やっぱりね人のねこうやる気をさせる、なんていうかな、雰囲気っていうのがねやっぱりね、しっかり持ってらっしゃいますよね。そこがねなかなかね素晴らしいと思いますね。うちの職場では絶対にしてはならないことがありますっていうことで、例えば他人の足を引っ張るですとか、まあ、悪口を言うですとか、マイナス発言ですね、まあ、そういうことは言わないっていうのが原則ですっていうねお話がありまして、まあもっともなことなんですけれども、まあね、そうは言ってもね、そう言われるっていうことは結構ねそういう問題がねあって雰囲気悪いのかなと思ったんですけど、実際にですね勤めてみて分かったのは、はい、もう皆さんねまさに会社のね多分方針に従ってるんでしょうかね。とにかく職場がめちゃくちゃ明るいですね。で悪口はね僕今のところ聞いたことないですね。はい、まあそういうね雰囲気のね今職場になりました。だからねちょっとねまた私もね、まあいつね復帰になるか分かりませんけれども、早くねまた職場にね戻れるのね楽しみにしてます。まだね幼稚園とか学校始まってないと思うんですけれども、さすがにね元気な子供の遊ぶ姿はねちょっと見られない感じですね。はい、はい、久しぶりのね中島公園の方にね今日ちょっと来てるんですけれども、だいぶねもう雪も溶けてきましたよね。そうですね、もう公園内はねもうほとんど
まあ、なんて言いますかね、残雪はもちろんありますけれども、だいぶね雪解けが進んでますね。海外からの郵便物が一時なんかね受付をストップしてるらしくてですね、しばらくですね、中国も含めて海外からのね郵便物が届かないというねちょっと状態になってます。で、まあ、私もねちょっとね楽しみにしてました、あの例のね、シャミオでしたっけ、のジンバルの方なんですけれども、当面ね多分ね、まあ、届かない状態になってしまったと言いますか、ちょっと残念なんですけれどもね。はい、公園もね、まあ、ぼちぼち人はいらっしゃるんですけれども、やっぱりね少ないですね。本当にね今日はあったかい日なんですけどね、あの向こう側に見えてるのがあの来たらですね、車がちょっとね走ってますけれども、はい、お疲れ様でございます。はい、お、ここはどうなんでしょうかね、今日は空いてるんでしょうか、どうかな。ここはね同立の文学館ですね、なるんですけれども、なんか瀬名恵子展っていうんですか、僕もちょっとよくわかんないんですけど、見ない子はお化けになって飛んでいけって書いてますね。ちょっとね小走りで撮ってみます。ちょこちょこ走りですね、ちょこちょこ走り、こんな感じで撮れます。いつものね歩兵館ですね。さあいかがでしょうか、ちょっとね上の方に上げてみました。こんな感じで撮れてますかね、なかなかねワイドに撮れてますよね。はいはい、